おはようございます。4月2日木曜日朝5時40分です。今朝は少し寒いですね。曇ってるし、昼前にはどうも晴れそうな感じなんですけど、あ、風が寒い。なかなかこの寒さがここ数日続いてて、桜がねなかなか満開になりません。朝のモーニングコーヒーの前にこれを開封しようかと思います。じゃーん。昨日、一昨日届くかと思ったら結局昨日届いてまだ開封できてないんですけど、海外から届いた商品です。で、今回届いたのはこれです。じゃーん。マグカップです。知る人ぞ知るバックスペース FM の公式になるのかな、マグカップになります。空張りも何種類かあったんですけど、もう結局一番シンプルな何も色のない、ノーマルのタイプを選んでみました。うん、かわいい。じゃあ早速このカップ入れて今日はコーヒー飲みたいと思います。モーニングコーヒーの準備完了しました。で、今朝はバリスタではなくコーヒー豆からコーヒー入れてみたんですが、やっぱり香りがいいですよね。というわけで早速いただきたいと思います。あ、きちんとねちゃんとカップ洗ってから使ってます。それではいただきます。うん、うまい。今朝使用しているカメラですが、ライカ Q2 になります。 Q2 使って 4K 動画撮影しています。で、最近ですが Q2 使う時って、まあ、オートフォーカスが一応メインなんですけど、こうやってあまり動きのない動画撮る時っていうのはできるだけマニュアルフォーカスを使うようにしています。まあ、そんなにねオートフォーカス悪くないんですけど、やっぱり若干こう迷うことがあるので、まあ、あんまりこう動きのない動画撮影する時っていうのはね、できるだけマニュアルフォーカスを利用するようにしています。マニュアルフォーカス使う時って気をつけとかないと、こうちゃんとねピントを合わせた位置にカップ戻さないとボケちゃうので、ほらもうこれでもうちょっと動かしただけで全然ボケちゃうので、この辺りがね気を使いますが、きちんとはまれば結構綺麗に撮れてるはず。合ってるかな。まあ、今日撮影どれだけできるかわからないですけど、ライカ Q2 使って動画撮影していきたいと思います。やっぱりねたまにちゃんと使っとかないと使い方忘れるんですよね。じゃーん。正面に見えてるのはいつもの屋島です。で、桜の定点観測に来ています。あー、だいぶ咲き出したな。朝の前よりね今気温上がってきてるんですけど、どうだろう、ようやく五分咲きぐらいですかね。この Q2 や Q はマクロ撮影ができるので寄せてみます。結構寄れる。あー、綺麗だな。じゃーん。いつものごとく職場のプリンターのインクが切れたので購入してきます。家電もしばらくは購入するものがなさそうな感じです。インク発見しました。今日はブラックのに購入します。夕方6時半になりました。今日は少し早めに仕事終わらせて帰宅しています。で、今撮影しているのがキャンピングカーのジル520の中です。まあ、なかなかね今出かけられるような状態じゃないので、まあ、せめて気分だけでもと思って、まあ、できるだけ帰宅した時に時間ある時にキャンピングカーの中で過ごしています。それでは早速これいただこうかと思います。じゃーん。最近お気に入りの
こだわり酒場レモンサワーです。これねかなりうまい。じゃあ早速いただきましょう。それではお疲れ様です。乾杯。ああ、うまっ。で、今オートフォーカスで撮影してるんですけど、あ、カメラはライカ Q2 です。で、オートフォーカスで撮影してるんですが、ライカ Q2 のオートフォーカス、Q の時よりかなり良くなっていて、こんな感じで、だいぶね、使える速さになってます。こう外しても、うん。まあまあ使えそう。今は 28mm で撮影しているんですが、クロップでね、寄せることもできます。これが 35mm。で、これが 50mm です。あともう一段ね、75mm っていうのがあるんですけど、75mm にすると、4K のサイズより小さくなるのかな。なるので、まあ実用的に使えるのはおそらくこの 50mm までだと思います。年度末終了して新しい年度始まってちょっと落ち着くかと思ったんですけど、なかなか急にはそんなこといかずにまだまだ仕事引きずってますが、まだもうしばらくはこの忙しさが続きそうな感じですね。ああうまっ。というわけで、まあ、特にこう途中ちょっと撮影する時間が取れなかったので、まあいつもと同じように酒飲みながら終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。